はい今回は竹中平蔵の給付型奨学金にすれば大学生はますます勉強しなくなるという大炎上発言こちらを考えてお話ししていきます今回もよろしくお願いいたしますまあ一言で言って間違ってるっていうことですねうん売国奴中の売国奴竹中平蔵がこの言ったことがですね大きく炎上してるんですが間違ってますもう完全に間違ってますもう竹中平蔵がですね も少子化とか奨、ね、学金とかそういったものに語ること自体も間違ってるんですよ。失われた30年の張本人ですからね、何を言うんだっていうことを僕は思いますが、このお話がすごく炎上してるんで、この内容とですね、えー、まあ僕があの調べたこと、僕なりに思うこと、まあ、リスナー様のです、ね、お役に立っていただける、共感していただける内容をですね、今回お伝えしていこうと思うので、今回もよろしくお願いいたします。 あの少子化にですね必要なことっていうのはもう決まってるんですよ、あの僕の中ではっていうか、まあ、皆さんも同じことを思われるかもしれませんが、まずそ,そちらをですねお話ししていきます。今までは3つぐらいにしてたんですけど、ちょっとですね5つにしました、最低この5つは必要、そしてこの5つをしたら、日本の少子化問題、多分解決できます。1つ目消費税を廃止する 2つ目、学費の無償化、子供にかかる学費ですね。ないしは給食費の無償化、そういったもの、とにかく子供にかかるお金を無償化する。で3つ目、雇用のです、ね、正規化、正規雇用に戻すということ。4つ目、子供家庭庁廃止。5つ目、自民党政権交代。この5つ、絶対です。これをしたら日本の少子化は解決できると僕は思っています。そして、こう思っているのは僕以外の方もいらっしゃると思うんですよ。 昔からですねこの消費税廃止と学費無償化、あるいはですね正規雇用に戻すということは言われていたんですが、最近どう考えてもネックなのは子ども家庭庁じゃないですか、全くマ丸とかね消去連合の単なる利権になっているだけ、全く少子化対策と逆に言ってますから、少子化を促進してますね、あとこの自民党ってこの売国政党、これが政権にいる限り話になりませんね。うん 子ども家庭庁がどうのこうの、ね、国会茶番してますけど、ね、真面目なことを誰も言いませんので、こういったことについて、まあ、一般人ですけど、まあ、僕の思うところということで,で、多分リスナー様もです、ねえー、共感していただけると思うんですよ、別にそんなね、あのー、な,んかなんていうんでしょう、突拍子もないことを言うわけじゃないから、いろいろ考えて、えー、日本はこのようにしてね、日本経済崩壊、日本国民の生活が厳しくなっていった、それをどうにかしてです、ね、取り戻していかないといけない、そういったことを考えます。 まずですね、小泉と竹中の時から日本は崩壊してるんですね。これってうのはもう当たり前の話で、もう皆さんが思ってらっしゃる、僕も思うことで、間違いでも何でもありません、事実です。小泉純一郎、竹中平蔵日本をです、ねまあ、破壊した売国土2人ですね、それがまあ安倍・岸田とつながっていくんですが、この小泉竹中の時にですね消費税を導入して、 雇用の正規化をどんどんまあ広げていったわけですよ。竹中がね、でそこから少子化っていう問題があまああ,あのなんていうのかな加速していって、それを全く。 解決しようとも考えようとも思わないんですよ。それがおかしいじゃないですか。少子高齢化って、もう20年以上前から言われているのに全然やらないんですよ。それが自民党政権なわけですね。うんだから今になってね。諦めるとかそういうわけではないですけど、大変なことになってるうん。もうだって。今までね。20年以上30年ぐらい放置してるからね。口ではやるとかって何もやらないんじゃないですか。具体的な政策性、あの政策を口実にね。 うん、じゃあ具体的な政策は何かって最初に言いましたよね消費税を廃止するで、えー、子どもの学費給食費を無償化するで、えーまあ、国民の働き方を正規項に戻すってそういったことなんですよ。 でそういったことをきちんとやっていけばね、ね別にこんな少子化の問題になってなって,な,な,らな,いなっていないんですよ。それをやらずに何も政策を講じない自民党が、自民党が失われた30年、この日本のね衰退を作ったのこれ自民党政治ですよ。もっと言うと自民党政治が、自民党政権が日本崩壊に今、向かわせつつあるっていうことです。で 例えばこ、ね、こういったたとを投稿した方がいるんですだからあの皆さんも思ってるでしょうがもうニュースっていうのもねなんかおかしいことを書いてるわけですよ、まあ、政府と忖度してるのもなんか知りませんけど全然例えばね少子化だ子ども家庭庁話になりませんから例えば一般人の方の投稿僕もそうですし皆さんも思うと思うんですが何がこれまず問題なのかっていうと日本は失われた30年30年間ほぼ給与が上がってないんですよこれがまず大きな問題じゃないですか。 で非正規雇用が40%からもう50%近くになってるのかな、そういったことが問題、経済的な問題から結婚しないできない、子どもができない、そういった悪い流れに行くわけですよ。で小泉竹中の時に導入した消費税が今10、10%にまでなってるじゃないですか。で、自民党で分からないように社会保険料を上げたりとか、まあ、これは少子化とは関係ないかもしれませんが、年金の支給額を減らしたりとかね。 で、えー、こういったこともあるんですよ、問題っていうのは、大学の進学率が上がると、ですね、えー、その大学に通うお金がなくて、奨学金というの,あの借金、で、えー、それをして返済に追われる、そこからですね、えー、まあ債務者、あるいは自己破産者が増えたんですよ、だからもう、社会ボロボロじゃないですか、でそれを作ったのは小泉と竹中なんですよ、だから竹中が何言ってんだよって話なわけなんですよね。で あのこれっていうのも、まあ、別にこのことに関してはね、えー、その女性のリ,リスナー様もいらっしゃいますし別に僕は何、ねえー、て言うんでしょうあのな何とも思いませんって言ったら申し訳ないんですけど、まあ、女の人の能力の高さ女性の能力の高さももちろん思うんですよだけどあの違うです、ね、この政治的な意図が働いていて。 男女平等を語り女性の社会進出をさせそして結婚するのが遅くなって晩婚かあるいはそこからです、ね、子供ができなくなるっていったそういった政治のトリックがあると思うんですよね。 ただ、この話だけをするとですね、まあそのまあい、いろんな誤解を招きかねないんで、僕は別に、えー、何とも思ってませんあの。働きたい方はですね、女性でも働けばいいと思うしあの、ね、専業主婦をされるのはそれでいいと思うんですよ。ただ、今ってもう違うじゃないですか。専業主婦っていう選択肢がほとんどないんですよ。女の人も働かないと苦しい時代じゃないですか。だからそういった社会になってることが問題なんですよ。だから問題をすり替えてるんですよね。で今度 技能実習生とかって言って低賃金外国人労働者が増えてるんで日本人の雇用仕事が奪われつつあるじゃないですか。 うん、この状態でどうやって結婚しろっていうのこの状態でどうやって子供を産めっていうの無理じゃないですか僕は無理だと思いますよまあ僕はね中年で結婚もしてないし、まあ、結婚できないですから、まあ、そういったところにはいないですけどあの若い人にこんな無理なこと言ってもう無理じゃないですかだからこういうことをしてる社会に僕問題があると思いますよそれをですね例えば子供の若者の自己責任とかってねいう時点でおかしいでしょもうおかしいとしか思えないんですよで あの日本っていうのはですねあの少子高齢化で、えー、まあ子供が生まれてこないで高齢者の方が亡くなったりするっていうことで、まああのまあ、人口が減ってるわけですよでその、まあ、人口が減ってるそれがですね1950年以降最大っていうことなんで、えー、この問題は何かっていうとですね出生率が死亡率を超えるために策を講じない限り日本の未来っていうのは決まってるんですよ消滅ですだから分かってるんですよで分かってるからやれよって話じゃないですか それを子ども家庭庁がどうのこうのね遠丸と勝共連合のね、えー、利権にこうべったりみたいなね本当にあの日本国民のことを見下してる自民党僕だから大っ嫌いなんですよ本当にもう一刻も早く一秒でも早く自民党って変わってもらいたい、うん、でまああんまり言うとね、えー、ちょっと失礼かもしれないけど自民党を支持する人も同じですよ、うん、何考えてんの本当に意味がわからないんだけどぼ僕からしたら でそ,それこそねでそ,そしてそういう人って必ず言うんですよ「野党はダメだな」とかね「ねいやいやダメじゃねえよ」って今「今の自民党事故が最低なんだから、うん、これ以下になることねえよ、うん」どう考えたって言い方が悪いですけどほ他をね選んだ時点で今より悪くなることはないですよ本当って言ってねちょっとすいませんあの感情的に荒ぶりましたんで冷静に話しますが例えばですね こういったね、まあああまあ、僕もそうかもしれないしリ,リスナーさんもそうかもしれないしもう本当全世帯の、まあ、男性女性がですね多分悩んでるんじゃないかなって思う内容をお話しすると、まあ、都内で働いていらっしゃる30代の女性がですね、まあ、このアンケートに答えた匿名だからわかりませんが。 その出産、結婚かな、結婚、出産かな、そのことについて答えたんですが、早く子供を産みたいって言うんですよ、でも結婚相手がいないし、どうしたらいいんですかねっていうことで、だからこれっていうのが、おそらく先ほどのですね、その大学を卒業してから奨学金、借金を背負ってるんで、なかなかね、おつき合いとか、恋愛とか、交際に発展しないじゃないですか。 ね、そうなると、ねそのまあ、交際相手がいないので結婚もできないし子供もできないとで、やっぱりどうしても、ねまあ、皆さんも思うでしょうし、まあ、僕は,あの僕はっていうか僕はかなり思いますけどやっぱり経済的な問題ってあ,のあるじゃないですかあの生活があのギリギリ厳しいってねいうことであれば、ね、お付き合いとか分かりませんけど結婚とか子育てとかそういったものにならないよなって、えー、多分そうあの、いちいち口にしないけどそう思ってる国民が多いんじゃないかと思うんですよ。 だからそこの部分を直していかないといけないのに、えー、全くそういうことをしないわけでしょ。で、そういったことを投稿する人っていうのがいるんですよ。だからこれそれっていうのが、まあ、例えば僕の声であったり、その国民の声であったり、ね一人がそういうことを思うということは他にも思っている方がいらっしゃるんじゃないかなとかって思うことを考えていこうと思うんですが、あのまずまず要因として。 経済的なことが原因で結婚しない、できない人がいるっていうことがまず一点え。プラスですね、子育てが大変というイメージを持つっていうことで、まあでも多分子育てって大変だと思います。僕はしたことないからわからないですけどで、結婚っていうのもね、えー、大変だと思います。だから、まあリ、リスナー様で結婚してる方がね、多くいらっしゃると思いますが、まあ、あの、まあ、僕やってすいませんってことです,すごいなと思いますよ。あの、まあ、けすることもあるでしょうし、まあ、みんないろんなことがあると思うんですよ。うん。それで結婚して 子育てしてっていうようなことですよねで、えー、その後にこういったことが書かれているんですね 子供を産んでから自立するまでの課金ゲームに耐えられないと考えている人も増えていると、まあ、このゲームっていう言い方があまあおかしいのかもしれない課金ゲームって、別に僕が言ったわけじゃないですよ。こういった投稿している人がいたんで、その課金ゲームっていうこと、表現がどうかと思うんですが、まあ、何かというと、こういうことですよね。一人子供がいて、子供を大学までに通わせるのに大体約2000万円ぐらいかかると言われてますよね。まあ、本当かどうかわからないけど、1500万でもにしても、1500万、2000万とかじゃないですか。 子供2人とかいたらね、もっとじゃないですか。で、しかも今って、そのいつもお話ししているように、生活必需品の物価高でどん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 、えー、ね値段は上がっていく。で給料は手取りがどん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 下がっていくっていうね、スタグフレーションの状態ですから、そこで子育てをするっていうのはかなり厳しいと思います。この課金ゲームっていう言い方が正しいのかどうか僕には分かりませんけど、ゲームはしないんでね。うん。 だから、あの子供を大学まで育てるのに2000万かかるって、その部分を緩和しないといけないんですよ。その部分を緩和する政策が必要じゃないですか。だから、学費の無償化が必要なんですよで。竹中平蔵が今回言ってることっていうのは、えー、そのおなんていうのか子供にかかるお金っていうのもそうですが、子供が学ぶ可能性も潰すんですよね。うん、だから、あの何言ってんだって、売国度がね、うん、って僕は思います。で やっぱり、えー、その20年、30年あって、この少子高齢化の問題に取り組まなかった自民党、自公、それが原因、だから日本を破壊したのは自民、え自公です。だからそう考えたら、一刻も早い政権交代が必要なんですよ。別にね、えー、あの難しいこと言ってな,ないじゃないですか。で、またこういったね、質問っていうのも何、なんていうのかなああの、人に対して失礼だなと思いますし、うん、社会が明らかに歪んでるなとかって思うんですよ。 少子化が加速するっていうことで、えーまあ、日本の人口が減ってるっていうことで,で言われてるんですよあの既婚女性の出生率が下がっているっていうことで専門家の指摘っていうのがあるんですからで今度そうなってくるとまたね、えー、さ,さっき僕はちょっとお話ししたんですけどこういった問題になるんですね子供を複数に産もうと思って専業主婦になると専業主婦だと言って叩かれる。 で今度共働きで、えーね、子供一人だと子供二人目はどうするのかっていうそのプライバシーのことをあれこれ質問されるって、うん、こんな日本で誰が子育てをするのってそういうことを投稿してる人いましたよ。ぼ僕もそう思います。だからあのどこへ向かかうんんでですすって話なんですよ向かう先がないじゃないですか。 なんかあのきちんと子供を育てるんだったら、ね、その女性が専業主婦になれるその経済環境ですねやっぱねそれで女性が働きたいっていうのは外に出て働くのは別に僕は反対ではないんですよただし今っていうのは例えば専業主婦で子育てだけをしたいと思ってもできないから働かざるをえないそういった状況下にあるでしょあるいはその子供を何人とかってそのプライバシーの質問とかっていうのもおかしいしもうひたすらおかしいとしか思えないんですよ。その原因を作ったらでですからねで まあその小泉竹中の後ろにですね創始国米がいてその米の言われるがまま日本はそう舵を切ってるんでしょうけどまあどん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 衰退していってますよね。でそのまあ米の意向をまあ組むまあ日本だけではない他のアジアの国々っていうのもまあ人口の出生率が減ったりしてえまあ国としてもどうにもならなくなるまあそういった可能性があるえとことが分かるんですよ。でえちょっとですね何て言うのかな あのさっきのお話で男性女性の話で投稿した方があいらしたんで、まあ、そちらの内容について考えていきますちなみに別に僕はあのこの今から言う話に関して何、えー、とも思いません何とも思いませんっていうのはそうだとかっていうのも別に思わないし、うん、まあ、まあ、なん,なんて言うんだろうね、うん、ちょっと何とも言わないし、まあ、ど,どちらかっていうとねなんか、まあ、僕みたいなねダメ、まあ、な男は多分そう思われるんじゃないかなと思いながら、まあ、あ思う内容なんですが。 男女平等とか言うじゃないですか。男女、まあ、雇用機会均等法とかなんとかって言うじゃないですか。それって多分裏に違う政治の意味があるんですよ。だから、あの社会的にですね、世論を生み出して女性を外に働きに行かせるっていう、そういったことを狙ってるんですよで。そうすることによって少子化が加速するんですね。うん。で、例えばですね。 先ほどの能力の問題で言うとね、あの女性の方が能力が高い方がいらっしゃると思うんですよ。あの男性でも高い人もいるし、女性でも高い人もいるしね、なんか男性でも、ねなな、なんかちょっとダメみたいな、なんか僕みたいな人もいると思うんですよ。だけど、どういうことかっていうと、女性がですね、その社会において地位が向上していくと、どうしてもやっぱり女性からしたらですね、自分より、まあ、その収入的に下な男は嫌だなと多分思うんでしょう。その気持ちも分かるんですよ。 あのまあ、自分より、ね、収入的に上な男がいいっていうことかもしれないんですがなかなかそういったものができると厳しいじゃないですかだからもともとそのなかったフィルターが新しく入ってしまったんですよそれは何時かというと男女,男女平等の裏の目的だと思います。そ、まあ、それはそうだなと思いますけど 女性がですね働いてお金を稼ぐましてね、えーまあ、男性より高収入を稼ぐとなるとですねその女性は自分より収入の、ねえー、高い人がいいと思うのがまあそれがそうでしょうそれは別に、ね、その例えば女性の関係をどうのこうのと別に僕は思わないですしそれはそうだししょうだけどじゃあ男の人が頑張ってもそうならない人っているじゃないですか,だかそうなると収入の点でその女性と男性のバランスが悪くなって よりさらに結婚できなくなるそういったこともあるんじゃないか、まあ、選択肢が狭まっていくんじゃないかっていうまあそういった話でまあ、僕もそう思いますね。まあ、収入の低い男はダメということでまあ僕みたいな人はだダメなんでしょうけど、うんまあねなんかちょっとおかしいこと言ってすいませんということで、うん人間は中身じゃなかったのかなと僕はね思っていたことがあるんですが中身ではありませんでしたね。うんまあ、ただ収入が高くてもねあまりにも中身がひどい人間というのはだダメですけどやっぱりね。 最低限暮らしていくお金ただその最低限暮らしていけるお金があっても女性の収入が高くなるともうちょっとね高収入な男性がいいなとかっていうことになるとなんか門が狭くなりますよね狭き門になりますよねっていうまあそういったものも実は男女病の裏にあるんじゃないかっていうそういった意見がありましたまあそれは別に僕は何とも思わないえーって言いましたけどまあ僕は自分に心当たりがあると思いますで今度竹中平蔵のねこのニュースを考えていこうと思いますが もう本当にね、えー、わけわかりませんよ言ってることの意味がわからないし分かりたいのも思わないしもう何も言うなって思うんですが、えー、竹中平蔵はですね経済学は役に立つのかっていう中で全ての給付型奨学金にすれば大学生はますます勉強しなくなる極端に言えばただでお金をもらうわけですから勉強する必要が低下するという逆のインセンティブを与えるような気がしますとか言ってるんですが。 うん意味がわからない、うん。そもそもね、経済学語るなよ。日本の経済を破壊した張本人が何を寝言言ってんだよって、うん。寝言も寝てろって話です。寝言も寝て言ってろって思うんですけど、うん、小泉竹中竹中平蔵ってね、日本の少子化を,をね、加速させて、経済学とかね、えー何、何を言ってんですか、うん、もうけわからない。 で、この意見に、このニュースに関してはこういった意見があるんですよ。竹中平蔵っていうのは子供の学ぶ権利すらも奪うって、本当にそうですよ。だって、本当にね、勉強したい人が経済的に厳して学校に行けなかったら学ぶ機会ないじゃないですか。で、別にこの竹中平蔵が言ったとかっていうわけじゃないですけど、僕はあの勉強が苦手だったんで、別にただでね、勉強させてくれるっても、大学行きませんよ。だって苦しいもん、ん難しくてわからないから。うん。だからそういう人もいるんですよ。だから、まあ、 むしろ武田が平蔵の肩を持つけど1ミリもないですよ。だ幅広く言ったつもりかもしれないけどそうじゃない。あの若者の学学ぶぶ機会学ぶ権利を奪ってる、うん、であるいはですねそういったふうにしてどん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 人々若者が学ぶとですね日本人の日本国民のポテンシャルの高さが出てきて、ねえー、この売国とどもにとってマイナスに働くからなのかわからないけどね。うん、で今度ね、えー、よくこの外国の話でデンマークはどうなのかっていう話なんですよ。 でデンマークっていうのはあ大学は学費が無料なんですよね。でえ全ての学生には月10万円政府からお金が支給されるっていうことで,、うん、でその大学に入学するには高校時代の成績があ、まあ、基準を満たしていれば許可されると、まあ、入学試験、えーまあ、1回ではないっていうことなんですね。うん、だからあのいいじゃないですかだってね皆さんも思うと思いますけどに日本においてね あの日本の若者ってこれからの日本を支える貴重な人材でしょ人間だから表現があれけど財産なわけですよそのね若者にな,なぜその学ぶ機会を与えないのっていうだ別に学びたくない人ですよだから僕みたいな勉強が嫌いだった人は別に働きに出るからさ別にいいじゃないですかだからそうやって全てをあの一緒に考えて、えー、って言って結局この竹中平蔵の思い通りに生かせようとなんか若者に投資しない時点でその時点でもう日本なんて良くなるはずがないんですよ うん、本当におかししいででょって僕は思うんですよ、まあ、皆さんも多分思ってらっしゃるんじゃないかと思うんですけどで、まあ、この竹中平蔵の話は終わってで今度からまあ解決策って言ったらあれですけど <laughs> まあどうしたらいいのかなっていうことを、えー、ちょっとか考えていこうと思うんですが昔はですねこういった案があったんですねしかし、えー、その案は没になってしまったししかもその案はあ、ねえー、自民党ではないんですよ。 民主党政権の時にですね数十年前かな月2万6千円の子ども手当の案があったんですがマスコミと官僚と自民党でこの案潰したんですよ月2万6千円の子ども手当ってすごくいいじゃないですかで最初はその2万6千円の手当が1万3千円になってそれで廃止になったんですよだからこういうね役人とか政治家のまあ気に入らないと思う政策はあダメになり 子供が減る一方ななんですよだからこのまど日本って少子高齢化して、えー、世界の中で最も高齢、えー、国家になってで多分日本破綻しますよっていう今状態にいるんですよだから100歩譲ってねあまあ皆さんの中でもちょっと考えが割れては申し訳ないんですけどで100歩譲ってさ勉強しない若者がいるとするじゃないですかでもいいじゃないですかあのその人を目的にしてないんですよ。 あの学びたい若者にねチャンスを与えたいわけですよ。外国人ではなくね、えー、日本人ですよ。日本人の若者に学びたいチャンスをね、えー、学びたいっていうんら、チャンスを与えたいわけですよ。で、その,その若者がですね、頑張ってね、ね、えー、知識なり勉強したら、その若者、社会に出て活躍して、日本に返してくれるでしょう。それでいいじゃないですか、別に。な、何をそこでいちいちそういういちいちわ、わけわからないことを言うのかって。だからこの 小泉とか竹中っていうのはその売国移民政策って言って日本国民にとってプラスにならないんですよ米の創始国米の言われるがままのことをしてだからそいつらが政権を持ってる限り日本っていうのは良くならないよねっていうそれだけなんですよ別に難しいこと言ってないですからね僕はそれ難しいことよくわからないからねうんで今っていうのはどうなってるのかっていうと皆さんも思うでしょうけれども経済的に厳しいじゃないですか,か昔っていうのはね 給料が右肩に上がっていましたし正規行動だったから何とかなるかもしれないけど今って何とかならないんですよだからあのその中においてね、えー、その子どもの数が増えるようにっていうことであればきちんとした子育てをする環境が必要なわけですよそうしないと少子化の問題なんてねあのうまくあの解決するわけがないんですよ。子ども家庭庁がなんてやったって意味が丸っきりないですからね利権まみれ冬、えー、丸の。 そうると、消去連合の子供家庭庁に意味のわからない。公金税金を流すっていうね。うんで、少子化がどん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 進んでいくと日本が滅びますからねで。少子化少子高齢化になるとまあ、税制の面でも支えられなくなるんですよ。だかなんでこういうことを政権中枢にいる人間は考えないのかと考えてるの。令和の山本太郎さんぐらいじゃないですか。真剣に真剣に国民のことを考えてるの？ で自民党というのは国民のことをまるっきり考えず、えー、売国、売国、移民政策をしていると。で、えー、口ではいろんなことを言いますけど、何もしていない。うん、だから、どん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 少子化が加速していって、えー、日本っていうのは、このままいったらですよ、このまま何もしなかったら、どん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 子供が減っていって、日本の未来っていうのはもう決まってるんですよ、崩壊。で、その原因を作ったのは、小泉武中安倍岸、うん、この人間たちです。だから、政権交代が絶対に必要なんですよ。 だからこのね今、岸田がおか,おかしいですけど、うん、もちろん岸田は1ミリも,も、ね、擁護しませんけどその前の安倍もおかしいし小泉、竹中、安倍、岸田とこの4人でしょうね、まあ、間に菅とかも入ってますけど主にこの4人が僕はあの、まあ、日本を崩壊させると思ってますしこういった人間たちがですね、えーまあ、今は竹中っていうのはまだねその政権のなんか裏側にて、ね、ゴてゴリゴリ言ってますけど意味,意味わかんないことをね もうだこういった人間たちがねその政治に関係しているかぎり最初にお伝えしましたがいつもこちらをお伝えしてますが自民党の政権交代が絶対に必要ですそれが日本をね日本っていう国を維持させるためのこれ絶対条件です僕たち日本国民が住んでる日本が僕たちの暮らしが良くなることを考えたら自民党の政権交代しかないと思います。このですね、えー 先なんか平蔵の話とかっていうのはたまに出るんで、まあ、今回またおかしいことを言っていたとでかなり延長していたので、まあ、ちょっと僕に分かる限りあと調べてねまあリスナー様のお役に立てる話をしてみましたっていうことで、うん、このね給付,が給付型の奨学金にすれば大学生はますます勉強しなくなるそんなことはないですよ。 で例えばもし勉強しない人が1人いてもその人をどうのこうのではなく他に勉強したい学生にチャンスをああの与えなければこのままいったらもう日本が崩壊するっていうそういったまあ時期に来てると僕も思いますし多分リスナー様も思われると思いますでそう思っている方が多分多くいてこの竹中平蔵の発言が大きく炎上していましたということで今回はこちらのニュースについて思ったことをお話しさせていただきました最後まで聞いていただきましてありがとうございます今回はここで終わります